以前同格したコースにコメント来てました。これ上っていけませんよね。というわけで検証していきましょう。よし、ここでこういった後、ここで上に登ってゴールまで行けるかというと、こんな感じで橋があるので行けません。はじめまして、そうでない皆さん、こんにちは、ドクター正気です。スーパーマリオメーカー2やっていきましょう。ザ・バックン・フォース・ブルーズパート2、このコースやっていけたからね、ちょっとお話ししたいことがあるんだけど、今日5月8日のね、あの朝早くにね、ちょっとクサヤ人からツイッターで DM ダイレクトメッセージが来て、なんだろうなーって思ったらね、なんかクサヤ人がね、前回の動画、ニンバト動画、そう、クサヤ人の前回の実況動画の中でね、なんかオープニングトークみたいな感じで、なんか関西人ってマクドナルドのことをマクドって言うのって、おかしいみたいな感じで言ってたんだよね。で、それでなんかどうやらさ、現地人、要するに関西人の人をちょっと不快にさせちゃったらしくて、ちょっと、なんか、どうなんだろう。今日のトークまずかったかなみたいなね。そういう話をしてたんだよ。うん。で、そう。俺さ、こうめちゃくちゃ標準語だからさ、もう忘れられがちだけどさ、一応関西人じゃん。だからちょっと臭い人からね、DM が来てね。そう。関西人であるドクター正気に、そう、あの動画、別に許せる内容だったか、まずい内容だったかっていうのをちょっと判断してほしいっていう風にね、言われたんだよね。よいしょ。そう。あれね、結論から言うと、俺はね、ちょっと、いいことか悪いことかは、ちょっと判断できなかったなって感じかな。あら、ま、時間が足りない。っていうのもさ、俺もう立派なさ、草野人視聴者であり草野人ファンだからさ、なんというかさ、補正が働いちゃってるんだよな。なんかまあ別に草野人の言ってることだし、まあこれくらいまでならまあエンタメで、なんかこれくらい、こっからさすがにちょっと LINE 声言っちゃダメでしょみたいなさ、LINE はさ、儲けてるつもりだったのがだんだんその規制が緩くなってくるんだよな、ファンになってくると。ちょっとこれマジでみんなもう気をつけた方がいいよ。なんか誰かのファンになってると、例えば俺のファンになってると、こう俺の発言がだんだん過激になってきても、それに気づかずに、おー、いいぞいいぞ、よくぞ言ったドクター正気持ってやれみたいな感じでさ、俺もファンのみんなも暴走しかねないから、適度になんか見直さないとなって思うきっかけになったな。で、そう。だからね、一応、なんか俺はいいと思うか悪いと思うかみたいな感情的なとこじゃなくて、紛れもない事実だけ述べさせてほしい。うん。まず、関西人がマクドっていうのは本当です。本当なんだよ。ただ、クサヤ人ね、そのマクドをね、めちゃくちゃ誇張してたんだよ。なんか、関西人はマックのことをマクドって言うのみたいな。略称に濁点なんてつけるのマクドよ、マジでみたいな。俺もこれ、大概誇張してるけどな。うん。そんな誇張しないでほしい。マクドって大体ね、ピアノで言うと、ドミドみたいな、それくらい。ちょっと、スマホにキーボードあるからちょっと開くか。よし。今これ、音入ってるかな？入ってる？こんな感じ。マクド、マクド、こんな感じ。そう。まあ、場合によってね、キーが変わったりするよ。場合によって、レファレ、だったり、ミソミだったり。って感じ。まあでも、そんな感じで、マーとクーとドーは、そこまで音程に落差、音程値っていうか、音階か。音階に落差はないっていうことを言いたかった。よし。というわけでね、マクドって言ったことがないね、みんなはね。ちょっとこの際、覚えてほしい。オッケー？リピートアフターミー？マクド、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 マクド。オッケー。もうこれでみんな完璧なマクドマスターだから、いいね。あ、そうだ。で、最後にね、そう、クサヤ人がどんくらい誇張してたかっていうのをね、ちょっとピアノで再現するとね、こんくらい。こんくらい。マクドみたいな。こんくらい誇張してた。そう、これを、まあ、不快に思うか、エンタメとして楽しめるかどうかっていうのはさ、ちょっと俺は、俺個人はエンタメとして楽しいんだけど、客観的にどうかっていうのはちょっと判断できなかったから、みんなに、俺の視聴者にも何人か関西勢はいると思うからさ、確かめてほしいなって思って、そう、今回動画回しました。うん。よし。っていうお話です。クサヤ人の動画は確か昨日だから5月7日のミンバト動画かな。ちょっとみんなチェックしてほしい。そう、関西人って意外とね、マクドとかね、ユニバとかね、なんか、
長いやつをね、3文字で略す癖みたいなのがあって、で、その中になんか別にさ、濁点があってもいいなって思ってると思うな。多分さ、関東人だってさ、セブンとか言ったりしない？セブンイレブンのことをセブンって。多分、それと同じノリだと思う。マクドナルドの頭を取ってマクドとかさ、セブンイレブンの頭を取ってセブンみたいな、そんなんだと思うな、俺は。ドキドキ反射神経ギミックの館、クリア率が 7% くらいかな、やっていきましょう。反射神経コース、制作者のね、凡人さんって人なんだけど、この人ね、マジでね、ガチ勢中のガチ勢の一人なんだよな。ちょっと期待がかかるな。あ？これは、どういうこと？これは。何？各小部屋に分かれてるみたいなことか。珍しい。なんか、こう、ドア入ったらすぐ始まるって思ってたんだけど。しかもこれは、そうなんだよな。予想ができるんだよな。こうやって、ベルトコンベアの間なんだなっていうのが予想できるんだけど。あー、なるほど。ここで反射神経、オラっていく感じね。よし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 。よかった。喋り終えてから、始まって。これ喋ってる途中でさ、まだ身構えれてない時に、オンオフ切り替わってたら俺積んでたかもしれん。さて、次、木の葉の間。さあ、ここは？ここはあれだよな。こう、落ちるときにオラーってやれば、別になんか反射神経というよりはタイミング。あー、なるほど。ここで始まるわけね。さっきのデモンストレーション、オッケー、ナイス！よし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 。いいね。いいコースだね、これ。さあ、次は、ちょっと真ん中行こっか。これは針の間かな？ここもなんかデモンストレーションとかあってくれると嬉しいんだけど。さあ、ここはなんだ？左。はい、右。これいける？いける？いけるか？これ。ちょっと、右行きすぎた。大丈夫。真ん中！危ない！よし、オッケー！よし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 。幅が広くて助かった。さあ、次は右下。これは横バネの間か。ここはどんなエリア？霹靂一閃だ、これは。オンオフが切り替わった瞬間ジャンプしないといけない。さあ。え、これいけんのか？これ、オンオフが切り替わった瞬間！あぶねえ！ああ積んでる！ダメだ！くそ。よし、今度こそ。一旦ちょっとこのバネの上で待機しよう。そうすれば安全にいける。よし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 。というわけで最後、そこか。オンオフの間。さあ、どんなのが待ち受けてるのかな？オンオフ。これはなんだ？え、これ叩いたらどうなる？そういうことか！あー、なるほど！これあれか、叩いてもすぐに切り替わるから、もう一瞬の、この瞬間を狙って守り抜けば OK ってわけだね。よっしゃー！これでピンクコイン全部何してんだおい。よしよしよし。これでピンクコイン全部揃ったから、鍵ドア入って、ボス戦とかないよな、これ。これでもうゴールだよな。ゴールだよな。ゴールだよな。よかったー！これね、前回の動画のサムネ用に作ったやつなんだけど、今回ちょっとこのコース投稿していきたいと思います。でね、これね、俺作ってる時に初めて気づいたんだけど、これワンワンって自分より左側のワンワンの杭は、こんな感じで裏側に隠れちゃうんだよね。だからこんなせっかくね、ワンワンが大量にいるのに、こうなんかワンワンが一斉に噛みついたーっていうね、そのなんかすごいなんか迫力あるシーンの時にね、もうめちゃくちゃサムネが茶色になるんだよ。せっかくこんなワンワン黒いのに。これね、解決策があって、こいつらの左側にいるワンワンたちを全員ね、こう上の段にしてやれば、そう。だからこの一番右のワンワンたちの左にいる奴らは全員ね、こう上の段にいる。で、右から2番目の段にいるワンワンの左の奴らは全員こんな感じで上の段にいるっていうね。こうなんかいわゆる逆階段の形にしてあげると、なんかなぜかわかんないけど、ちゃんとね、こんな感じでね、杭の表側にいてくれるんだよ。ちなみに逆にね、ワンワンが右側にいるとき、裏に隠れるらしい。まあでもそれは今ちょっとあんま関係ないかな。こうなんかグワーって噛みついてくれたときに、ちゃんと表側にいてサムネ真っ黒になることがすごい大事だから。というわけでコース名階段レベル999やっていきましょう。多分このコースね、こうワンマンが一斉にグワーって来るでしょ。で、こいつらが引っ込んだタイミングで、これさ、今これ階段めっちゃ茶色じゃん。そう、引っ込んだタイミングを狙えばいけると思う。うん。よし。はい。はい。うわー、ちゃくそ！
いや、いけるわいけるわ。まず最初大ジャンプ、次中くらいのジャンプ、バッカー。ちょっと、こいつらちょっと邪魔だな。この前方の奴らがこう、左上に噛みついて来られたら、ちょっとどうしようもないな。最初ちょっとここお祈り。よし。はい。中ジャンプからの大ジャンプ。あー！で、このワンワンのもが左に戻ってくる前に、もう一気に登り切らないと。よし。まずはお祈り。お祈りはうまくいった。で、ここ、あー、クソマジか！セバ、前回の動画でさ、コーダさんの階段のコースやったじゃん。で、その時のサムネとして、コーダさんのコースの中にはこんな階段ないんだけど、まあ、誇張表現として作ったんだよね。で、まあ、それでさ、あれ？サムネの階段は？ちょっと期待したのにとか、これがサムネ詐欺ですか？みたいに言われたんだけど、その中のコメントの一つに、そう、どうせまたおまたのオロチのアカウントの方で投稿するんでしょ？みたいな。コメントが来てて分かってるなーって思ったよバレてるなーって思ったよいやー、ほんとよく分かってるなーって、いつも俺のこと見てくれてありがとうなーって、その人には言いたいなちょっと早くクリアしよっかこのコース。まずここで前方のワンワンがいいとこに来てくれる。よし、いいとこ来た。よし、こっから、うーん、よいしょいあ、意外と楽しいコースになった、コース ID 6K4CK2CHF です。で、コース制作者ね、ドクター正気じゃなくて、俺のサブアカのね、おまたのおろしの方での投稿なので、お間違いのないようお願いします。ぜひ、たくさんの挑戦待ってます。はい、というわけで今回この辺で終わりにしたいと思います。動画良かったと思っていただけたら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。